片山虎之助8月2日隊は、日本の政治家、自治官僚。日本維新の会所属の参議院議員、日本維新の会共同代表、国会議員団代表、参議院会長、岡山維新の会代表、広島維新の会代表、日本消防協会最高顧問。郵政大臣、自治大臣、総務長長官、総務大臣、参議院予算委員長、 自由民主党参議院幹事長、参議院国会対策委員長、立ち上がれ、日本参議院幹事長、旧日本維新の会国会議員団政策調査、会長兼参議院議員団会長、維新の党総務会長兼参議院会長、日本消防協会会長、日本防火協会会長等を歴任。日本維新の会所属の参議院議員の片山、大輔は次男。東京大学法学部、 自治省の後輩にあたる元静岡県知事の石川、義信は議定。娘婿に財務省職員の吉田厚氏がいる。岡山県笠岡市金保で生まれ、岡山県立岡山朝日高等学校、東京大学法学部。東大では行政法の大家である田中次郎の下で学び、ゼミの同期には第25代通商産業事務次官となる田橋雄二がいた。 東大卒業後、1958年に自治庁へ入庁し、静岡県総務部長、自治省大臣官房審議官、地元岡山県副知事などを歴任し、1988年7月に自治省消防庁次長を最後に退官している。1989年に元参議院議長である木村六夫の自盤を引き継ぎ、第15回参議院議員通常選挙。 岡山県選挙区で自由民主党公認として初当選した。党内派閥では平成研究会に所属して大倉政務次官や自民党参院、国会対策委員長などを歴任後、1995年の第17回参議院議員通常選挙で再度当選し、翌1996年の岡山県知事選挙へ立候補に意欲を示すも断念している。 2000年の第二次、森改造内閣で、郵政大臣、自治大臣、総務長長官に任命されて初入閣した。2001年に、初代総務大臣に就任し、第19回参議院議員通常選挙で当選。2002年発足の第一次小泉第一次、改造内閣で再任され、2003年に、総務大臣を退任して、参議院予算委員長に就任している。 2004年に参議院議員会長、青木幹夫とともに自民党参議院幹事長に就任。2005年に自民党岡山県支部連合会会長、自民党通信、放送産業高度化省委員長に就任。2007年7月29日の第21回参議院議員通常選挙で郵政国会で増反した平沼武雄の協力を得るも、 岡山県選挙区で姫野虎大臣を標榜する民主党の新人候補、姫井由美子に敗れ落選した。大敗を受けて、青木紀夫参議院議員会長ら参議院自民党、執行部は総退陣して、片山も参議院幹事長を辞任している。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙で比例区からの出馬を模索する。 参議院議員会長を退いて、以降も参議院自民党に強い影響力を有していた青木美紀夫が、片山の比例区要率を後押しするも、比例区70歳定年制の内規遵守が、中堅や若手議員を中心に高まり、執行部は、比例区からの出馬を模索していた片山や山崎拓良も定年制を適用して、比例区では公認せず、片山はそのために、同年5月に、 自民党を離党して立ち上がれ、日本へ入党する。会長を務める日本消防協会の組織票と、地元の岡山県を中心とする選挙運動で117,636票を得て当選し、立ち上がれ、日本参院幹事長に就任後、立ち上がれ、日本の会党、太陽の党結成を経て、日本維新の会へ合流して、国会議員団政策調査会長と、 参議院議員団会長に就任した。2014年6月の日本維新の会分党に、再して、橋本徹共同代表の新党に参加する意思を、党執行部に届け出た。分党を経て新たに届け出た日本維新の会でも、引き続き政策調査会長と、参議院議員団会長を務めた。同年9月に維新と U.I. の党が合流して、維新の党が決闘されると、 党総務会長兼国会議員団、政調会長兼参議院議員会長に就任した。同年12月の第47回衆議院議員総選挙の結果を経た役員会でも党総務会長と参議院議員会長に再任されるも国会議員男性は事実上廃止された。2015年9月3日、維新の党分裂に際し橋本大阪市長の新党への参加を表明して、 同月8日に総務会長を解任された。10月14日に維新の党執行部から除名処分が下された。10月16日、維新の党執行部は参議院会派、維新の党の会長から降りることを片山に求めたが、逆に参議院会派会長である片山が対立する維新の党執行部側の参議院、議員5人について会派離脱届を提出。 参議院、議員5人は、会派離脱の意思はないとして、参議院事務局に抗議をするも、参議院会派代表者である片山が、会派員などの必要書類を保有していたことから10月21日に、有効と認められた。2016年7月10日、第24回参議院議員通常選挙にて、大阪維新の会合人で、参議院比例区から出馬。 19万4902票を獲得して、党内得票順位1位で当選。80歳で当選を果たし衆参合わせて最高齢の国会議員となった。また、この選挙では、次男の片山大介も大阪維新の開港人で、兵庫県選挙区から立候補し、親子で当選を決めた。2015年、政治資金規制法で禁じられている。 国の補助金交付が決定した会社からの献金を受けていたことが発覚した。日本共産党の機関紙新聞赤旗に2001年、片山の岡山市内の地元事務所に市内の建設会社が男性社員を施設秘書として派遣し、給与を全額負担しており、この社員が同年7月の参院選で片山の選挙運動をしていたと報じられた。 2002年6月26日の衆院総務委員会において、春名直明から社員を派遣した建設会社は、国の事業を多数受注しており、もしそこから社員の給与が出ていたとすれば、請負いその他特別の利益を伴う契約の当事者による寄付を禁じた公職選挙法第199条に違反するのではないかと追及を受けた。これに対し、片山は、 報告するかわからないが、調査はすると回答している。2016年、国会内での大阪維新の会の会合で、熊本地震に関して、大変、タイミングのいい地震だと発言し、直後に撤回した。片山は、ダブルになるのかならないのか、消費税を上げるのか上げないのか、政局の動向に影響を与えることは確かだと、語った。ありがとうございます。